ゲストさん、よろしくお願いします。これ、おせち、みんな頼んで、お願いします。今日は糸山株式会社の代表取締役社長でいらっしゃいます、おむすびコロリン、縁結び、ミューズデリ、オムオム、何それ、いろんなことをやっている糸山明子さんにお越しいただきました。糸山さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして僕らの目の前にはそのおせちとかオードブルとかね、いや素晴らしい料理のラインナップがたくさんあって、どこからお話を伺おうかなと思うんですが、そうなんですよ。まずはね、でもね、はい、ほらもう21年目を迎える、はい、こういう食のプロフェッショナルでしょ、明子さんが、はい、で長崎の食材にこだわってて、何がプロはおすすめなのかと、ね、これ聞きたいじゃないですか、聞きたいじゃないですか、うん、いやたくさんありますよね、長崎、はい、美味しいものね、たくさんありますね、はい、あって困りすぎると思うんですが、そうなんですよね。今タイムリーにこの秋が深まって、はい、お正月前、はいはい、おせちにも入れたいような食材で、例えば東京あたりの大都会の人は知らないみたいな食材があったらちょっと教えてもらえませんか。はい、はい、本当にタイムリーで、うんうん、2日前に生産者の方々と、はいはい、ちょっと交流会をしたんですが、はい、幻のカラコレンコンってご存知でしょうか。まあ、旬としてはその今ぐらいなんですか。そうですね、これから、はい、これから収穫されてて、ね、レンコンってこの時期ですか。そうなんです、冬です。そのことですね。そうそう、今ね、うんうん、旬が分からない人が多いですよね。幻なんですか。そうなんですよ、今もう作られる方が本当にいらっしゃらなくなってきてて、うん、レンコン農家、はい、生産者の方がいないんですか。はい、何軒ぐらい今ある。今は、はい、前はもっと少なくなってたんですけどね、はいはいはい、幻っていうことですごい人気が出てるので、る今10件ほどにはなってるんですけ ど、はい、ど、それでも少ないですよね。あれですかね、通常のレンコンとどういったところが幻のカラコレンコンは違うんですか。節と節の、はい、間っていうのが、はい、そうですね、10センチとか15センチとか、はい、普通のレンコンっていうのは3、4倍ぐらいありますかね、一節が。ということは一節で20センチぐらいあったりするんですか。はい、あります、めちゃめちゃでかいんですね。そう、そして、うん、なんか糸の引き方とかいうのも全然違うんですよね、はい、粘り、粘りが、はいはい、すごい、すごい需要競争がありそうですね。とんでもない。そうでしょ、はい、もうシャキシャキだし、で土 の、やっぱり栄養で土が違うと味も全部違うらしいんですよ、はいはい、そうですよね。同じ農家さんでも味が違うっていうふうに。そっか、だって畑の土がいわゆる地用になるわけだから、はい、それで育ってるわけだから、はい、味変わるでしょうね。そうなんですよ。幻のからしれんこんの中にもそれぞれのお家、農家の味わいがある。違うんですよ。すごいすごい。そうなんですよ。好きですかレンコン。はい、好きです。あ、よかった。で確かカラコには、はい、レンコンだけをコース料理にしたような料亭もございます。あります、あります、ね、すぐね近くに、はい、ハス園っていうのがあって、はい、そこがすごい賑わうんですよね、ハスの池がなるときに、うん、はいはい、でそこの近くに2軒ほど、はい、ハス、レンコン の、はい、この時期から始まるんですけど、はい、コース料理が食べられるところがあるんですよ。ありますか。はい、すごい美味しいですよ。褒めてました。はいはい、すごい。今ね言葉に出ましたけど、はい、レンコンをハスっていう表現を、ね、したりしますよね、はいはい、お花がね、はい、ハス、ハスの花ですよね。綺麗ですよね。綺麗ですね。お花もすごく綺麗。土の中に入っている根っこの部分のがレンコンです。レンコンなんですよね、はい、その料理を御社糸山さんでお作りになるとしたら、はい、どんなラインナップになりますか。この前は、はい、レンコンバーグ、ひき肉に、はい、ちょっと大きめにザクザク切って、はいはいはい、レンコンのシャキシャキをこう、うん、残す、はい、残すような感じとか、うんうん、レンコンまんじゅう、それは蒸しても揚げてもいいんですけど、なんか想像つかないでしょ。つかないです。それするんですよね、うん、レンコン、トロトロですよね、トゥルントゥルンですよね、はいはいはい、あとはね、この前さ、それこそチップスをしましたし、
あとスバスですね、あのスバス、はい、スバス、あのね、スにつけるんですよ、はいはい、そうそう、で このレンコンすごくシャキシャキして美味しいから、はい、ちょっと厚めに切って、はいはい、歯応えを楽しんで、美味しい、まあどんなにしても美味しい、うん、どうしてすりおろしたらどんな食材とも合うし、はい、揚げてもね、レンコンのハサミ揚げとかもうあの最高じゃないですか。そうなんですよ、ね、もうね、いっぱい出てくると揚げるってなると天ぷらも美味しい。そう美味しいですよね、ホックホックですね、うん、ホックホック、ね、私インスタで、ね、あのレンコンどうやって食べたら好きですかとか言ったら、うんうん、皆さんお客さんは割と天ぷらが多いです、多かったです。天ぷら、はい、あのちょっといいお塩をパラパラと振ってね、はい、いただきますと、はい、まあ、日本酒の辛口冷たくしてグイグイいけますねいけますお酒お好きですか？大好きです。ならばもうギンギンに冷やした、まあそうですね、シャルドネあたりの酸味のある白ワインも合いますよね。こうもう本当、まあ、いいねいいねってしてます今。そうですね、いやもう本当ね、あの子供の頃はレンコンの美味しさが分からなかったっていうか、はい、うん、私もです。大人になってなんでこんなにレンコンラブになる、しかも幻なんでしょう、うん、そうなんですよ。で、うん、あのこの幻ってつけられた農家さんの、うん、第一人者で、はい、吉村さんっていうご夫婦をこの前あの合わせていただいたんですね。レンコン農家の、そうなんですよ、うん、もうね、そのご主人の顔がまたかっこよくてびっくりした、いやびっくりした、レンコンみたいな顔かと。だって大切なんですよ、はい、やっぱり顔っていうのは大切じゃないですか、うんうん、あのすごい今あのその大切さに音がすごくね効果音がガッシャンガッシャンなの、これ多分いいねですね。そうです、いいね、そうです、要するにご夫婦がものすごく愛情を持って、ね、そのレンコンを作られてて、はい、うんうん、その奥様が作っていただいたのが、はい、レンコンの皮付きで、うん、もう斜め切りの大きいサイズなんですけど、うん、はい、それを、はい、長崎の、はい、あの名物であるクジラを一緒に炊いて、はい、おにしめ、あ、いわゆる長崎は肉じゃがをクジラで作る文化がありますので、はいはい、それのじゃがじゃなくてレンコン、そうなんです、贅沢、もう美味しかった、美味しいでしょうね。クジラの旨味を全部レンコンが吸うわけですね吸うわけでしたい、ね、ちょっとおかしい長崎で、それでもう光ってるんですよね、テリテリで、テリテリに、ちょっとなんで呼んでくれなかったのって言いそうになる、そうそうそう、本当に美味しかった、感動しました。これはね、ぜひ全国の方は長崎に来て食べてほしいですね。そうです、現地からこに行って、ね、そうですそうです、ね、いっぱいお店がね、あの、はい、並んでる中で2軒が、はい、あのそのレンコン畑のそばにあるんですね、あとその直接買えるところが森山のもぎたて市っていう、うん、もぎたて市、あの森山の図書館の斜め前にあるんですけど、はいはい、有名な図書館の、はい、そこに今ね、土、はい、あの土付きで売ってあります。いわゆる、ね、泥ですよね、泥あれ大事なんですよね、乾かないようにね、そうです、すごく大事なんですよね、ついてるものの方がいいんですもんね。そうです。でね、大体あのね、カラコのレンコンとかは、はい、僕らの口に入らないで、うん、東京の料亭とかに行くんですよ。あ、そうなんですか。ですよね、間違いなくね。そうですね、その中で何割かが私たちも口に入れることができるんであればゲットしましょう、はいはい、ぜひぜひ、ね、あの旬はいつぐらいまでやるんですか。11月今ぐらいから、うん、はい、まあ2月ぐらいまで。寒い時期、寒い時期ですね、やっぱり。もうすっごい重労働でね、農家の方は本当に大変な思いで、はいはい、作ってらっしゃいますよね。ですね、まあ、そのレンコンを使ったお料理ももちろん本社、はい、糸山株式会社、はい、おむすびコロリンさん、縁結びさん、ミューズデリさんではゲットすることができるんですね。はい、特に今度12月の初旬なんですけれども、はい、このカラコレンコンの、はいはい、ちょっと祭りっぽくやろうかなと思って。幻のカラコレンコン祭り、はい、いろんなラインナップで。そうですね、うん、ちょっと どこに行けば買えるんですか。あ、おむすびコロリンにぜひいらっしゃってください。惣菜専門店ありますかね。はいはい、秘訣駅から、はい、そうですね、歩いて5分ぐらいですかね。マジですか、はい、JR だったらば、はい、みんな新幹線乗らないで乗ったら行かないから在来線でね、はい、いわゆる在来線で秘訣、はいはい、駅で降りて、はい、歩いて5分。そうですね、カラコレンコンの、はい、おむすびコロリの方のね、はい、フェアに
足を向けてください、はい、全国からやってくるんならばカラコにおいでということでございますね。はい、はい、いろんなところでこのラジオを聞いてくださってるリスナーの方に、糸山明子さんから結びのメッセージをいただいていいですか。はい、あのいつもうちの方にご来店いただくお客様ももちろんなんですけれども、あの最近は県外からもご連絡いただいて、こっちに来るからあのお弁当をなんか長崎らしいの作ってもらえないかとかおっしゃったりする方もいらっしゃるので、あのできる限りお客様があのお望みのものをその都度こう考えてお作りしたりもしますので、なんかそういったことでお気軽にご連絡いただければと思います。はい、はい、ウェブページの方にね連絡をください、はいはい、今日11月27日のゲストさんは糸山株式会社代表取締役社長糸山明子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。